はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。本日はですね、現在の価格動きが止まってると思います。ものによっては下落したまま、こういった状態よくあることではあるんですけれども、なんでなんだろうっていうのをね、ちょっとあえて疑問というか、簡単に予想して状況を知ろうというような、最後に最近コロムシが妙に気になるカードっていうのを紹介していきますので、ご興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。長くなるかもしれないですけどね、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。まず V スターユニバースの2トップの状況だけちょっと見てみます。回の SAR ですね、発売から10日が経ちました。現在販売価格38,000円、買取価格はまだ25,000円をつけているところがあります。ちなみに発売から5日後の時は販売価格が34,800円、買取価格25,000円でした。ちょっと下がってるように見えるんですけど、この虫ちょっと気になっているのはですね、各ショップの在庫が少ないです。でまたこれ高騰していくと思ってます。さらに紙つれのきらめきですね、発売今10日後なんですけど、今販売価格23,800円、買取が17,000円をつけてるところがあります。ちなみに発売から5日後の時は販売が21,800円の買取が15,000円だったんで、わずかちょっと伸びましたね。逆に紙つれのきらめきは在庫がありますね、比較的。20以上持ってるショップとかもありましたんで、おとなしくなるかもしれません。これぐらいのレベルで、まだなんだかんだ言って発売から10日なんで、ちょっと様子見ていきましょう。それからこの V スターユニバースが発売される前、各話題だったカードたちはほぼほぼ止まっているか、多少下落しているかという状況が続いてますね。でここでですね、今回話を2ついたします。まず1つ目、高騰と下落の関係についてちょっとお話できたらと思ってるんですね。コロムシもそうなんですけど、高騰とか下落多少読むことができればすげえ楽なのになっていうのをいつも感じてるんですよ。これは皆さんも同じだと思うんですね。まあ、あくまでちょっと仮にはなっちゃうんですけど、こんなことがもしかしたら起きてるんじゃないかなという話をちょっと簡単にさせていただきたいと思います。ここで例を1つ出します。まずカードショップ A、 それからカードショップ B、 この2つ、そうですね、どうしようかな。じゃあカードはグレイシアスペシャルアートにしましょう。これをちょっと使います。このカードショップ A と B がですね、このグレイシアスペシャルアートを10,000円で買い取りを出しました。でお互いに100枚欲しい状態でした。グレイシア SA を買い取り10,000円ずつスタートしたんですけど、ショップによってはね、例えば SNS を使って、めちゃめちゃ有名なショップだったり、それから駅から近いのか遠いのか、まあ、いろんな理由があって必ず差は出ると思うんですよ。仮に A は100枚集まったんですけど、D は50枚しか集まりませんでしたという状態だった場合ですね。その場合、ショップ A はもう集まったわけですから、買取額を満額つけなくてもいいので、買取額8,000円に下落させました。逆にカードショップ B はまだ集まってないので、10,000円の買取を継続いたします。こうすると、8,000円と10,000円の差が出てくるので、皆さんはカードショップ B の方に今度移っていくと思うんですよね。10,000円で買ってくれるから。ショップ B は100枚集まりました。なので、価格を8,000円に下げました。ですが、B が100集まった頃には、A は実はもうシングルでも売っていて、オリパンにも混ぜて売っていたので、もう手持ちが実は20しかもう残っていません。ですので、A もまた欲しいので、買取額を10,000円出しました。そうするとまた A と B で10,000円と8,000円で差がっと生じます。で、さらに、ここにカードショップ C っていうのが入ってきます。この C は海外関係の取引等もあってですね、このグレイシアスペシャルアート15,000円以上でも売れる、もしくはオリパに入れたとしたら売れる人気カードになると判断していました。ですので C はですね、もう15,000円以上で売れるっていうこと分かってたので、買取額を11,000円、もしくは12,000円とかで出してみようと出しました。また皆さんは今度 C の方に集まっていきますよね。12,000円で買い取ってくれるわけですから。で、そうしてるうちに他の周りのカードショップさんも、あ、なるほどねって、15,000円以上で売れるのか。だったら、うちでも出してもいいやって理解する。もしくは、カードショップ C さんが12,000円で出してるから、うちも上げざるを得ないかという形で上げる。など、こういったなんかこう関係性みたいなのが実はあるんじゃないかなと思ってるんですね。でもちろんこれ全部じゃないですよ。全部じゃないですけど、なんとなくちょっと感じてたんですよ。これはあくまでね、ショップさん間のだけの話なので、高騰っていうのを一言で言ってもですね、いっぱい理由あるじゃないですか。例えばカード人気のことだったりだとか、投資家さんの影響だったりだとか、いろんなことが様々あるので、一概には言えません。でも仮にこういったことが事実起きているとしたら、今の話をするんですけど、ショップ側からすればですよ、
年末年始っていうのは買取を強化するんではなく販売に力を入れるシーズンですよね。今販売したいわけですよ。いっぱい売れるからボーナスだったりお年玉だったり販売の方に力を入れるシーズンですよね。そしたらですよ、この後販売に力を入れた後は何が起こることが予想できますか？そうですよね、各ショップさんのカード不足っていうのが予想されるんですよ。販売を力入れた後にカードショップさんですよ、カードを持っていないと商売にならないんですよ。それは当然ですよね。でもカード不足が予想される。だからなんですよ、コロムシにこの YouTube のコメント等でですね、このカードって高騰しますかとかって結構多くの方がおっしゃっていただけるんですけども、大抵私1月末から2月ぐらいまで待ってみてくださいっていうお答えしてると思うんですよ。来年になったら価格が動きがあるかもしれませんのでっていうのをお伝えしているのはこれが理由なんですね。ほぼそうやって言ってると思うんですよ。なので皆さん焦らないで様子を見てみましょうっていう話なんですね。さっきのようなショップさん間でのね、高騰下落高騰下落みたいなのがあったとすると、ポケモンカードユーザーさんからすると振り回されるわけですよね。安くなったり高くなったりみたいなことを繰り返してますけど、でも金額をわずかに上げて集めたりするような行為が想像できませんかっていうことなんですよね。仮の話なので正解ではないんですけど、もし参考になったと思う方がいらっしゃるようだったら様子を見てみてはいかがでしょうかっていう話がまず一つ目なんですね。でここから二つ目に行きます。この二つ目というのが冒頭にもお伝えしました妙に気になるコロムシが気になっているカードを紹介するっていうのが二つ目になるんですけど、これもですね考え方としてちゃんとちょっとお伝えしたいなと思ってるんですね。もし興味がある方は最後まで聞いていってください。まず紹介したいカードはこちらでございます。モミ SR でございますね。連撃マスターから排出されるカードでございます。ご存知の方はご存知だと思うんですけど、このモミ SR ってずっと同じような価格を推移してってるんですよね。ベースの金額ってほとんど変わんない、だいたいこれぐらいの金額をずっと維持してるカードなんですよ。でね、なぜそんなモミ SR がちょっと今妙に気になってるかっていうのを理由3つお伝えさせてください。まず1つ目、理由1、 V スターユニバースに SR もしくは SAR がなかったことなんですよ。 V スターユニバースってこれ出てきますよね。これ出てくるんですけども、今回モミの SR 系は収録されませんでした。したがってモミの SR といったらもうこの1枚しか今ございません。この1種類しかないっていうことがまず1つ目。それから2つ目です。理由2、オリパなどに入れられることがほとんどないっていう話なんですよね。このカードってこの価格なので3000円とか5000円オリパをやったとしてもこの価格ですから外れじゃないんですよ。でもオリパでまずモミが混ざって入ってるってことがあんまり私出会ったことがないんですよ。でなぜかというとコロムシは実はモミ SR 欲しいんですよ。シングルで買ってもいいんですけどオリパであったら挑戦しちゃいたいなと思ってて結構意識して見てる方なんですけど、モミが入っているオリパってほとんどないんですよね。なんでかなと思った時にモミって人気がめちゃめちゃあるわけでもないで、話題にもなりやすいカードでもない、でも逆に外れまくでもないっていうどっちつかずのカードなんですよね。なんかどっちなのか分かんないようなカードなんですよ。改めてショップさんの在庫とかをちょっと見てみるとですね、カードショップさんの在庫数って10枚前後の保有なんですよね。だからこれも多くもなく少なくもないどっちつかずのカードなんですよね。すごいちょっとなんか不思議な感じなんですよ。今度ねカード効果の方を見てみるんですけど、言うてしまえばその使い方やタイプ等によるかもしれないですけど、使い方によっては強いカードなんですね、このモミの効果って。もし今後来年のパックとかで収録されるカードでエネルギーの移動ができるような特性を持っているカードが出てきた場合、このモミの需要って実は上がる可能性があるんですよ。もしですよ、このような何かしらの形での理由でもしモミが高騰した場合、手がつけられなくなる可能性があるんですね。それの理由が、まず一つさっきもお伝えした通り、各ショップさんのまず在庫が少ないってことなんですよ。10枚前後しかないので、もし万が一高騰した場合だと、跳ねるように売れてしまったらまず物がない。それから、保有しているユーザーさんが少ないんじゃないかなと思ってるんですね。このモミの SR って。で、ショップが持ってる数少ない、保有している人たちも少ないと思ってるかっていうのが理由3になるんですけど、この理由3っていうのが今回結構重要な話だと思います。理由3、発売日と収録内容っていう話なんですけど、モミはですね連撃マスターに入ってるって申し上げたと思います。連撃マスターは一撃マスターというのと一緒で2021年1月22日に発売されました。ちなみに一撃マスターが入ってるものは例えば
一撃ウーラオスのスペシャルアート、それからバンギラスのスペシャルアート、それから不要の SR とかが収録されてましたね。で、電撃マスターは先ほどのモミもそうですけども、電撃ウーラオスのスペシャルアート、それからレベルボールの UR、 コルニの気合などが入ってるんですね。あ、コルニの気合もおすすめなんですけど、まあ今日はちょっとモミにしましょう。こういったものがまあ収録されています。あの、今回ですね、着目しているのはですね、この発売日なんですよ。2021年1月22日、分かる方はお気づきだと思うんですけども、まあ何が言いたいかというとですね、一撃連撃が始まる1個前のパックが何だったかって話なんですよ。そうです、1個前がですね、ハイクラスパック、しかも2年前のハイクラスパックってシャイニースター V ですよね。シャイニースター V が1個前だったんです。2020年11月20日に発売されました、シャイニースター V。で、このシャイニースター V が発売された時、当時のことを皆さんご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけど、発売されてから何ヶ月も話題を彼女が独占してたんですよ。彼女が。シャイニースターから出るマリー。通称シャイニーマリーって言われてるものですね。当時かなり多くの動画だったり SNS が出たと思います。果たしてシャイニーマリーが出るかとか、マリー当たった、すごい、出た、すごいよねっていう開封動画だとか、鬼のように出たと思うんですよね。で、11月20日に発売されたと思うんですけど、12月の中旬にも一回再販が出て、みんなやっぱり欲しくて欲しくてわーってなってたと思うんですよね。今もなおシャイニーマリーって言ったら、高騰の話をするにはもう外せない、カードの1枚なんですよね。これが1個前に出てたんですよ。なので一撃連撃がですね、薄れてったんじゃないかなって心もし思ってるんですね。で、それをまあ証拠に、一撃マスターにバンギラス V の SA っていうのが入ってるって言ったじゃないですか。現在販売価格が 18,800円、買取は 16,000円ぐらいを今つけてるんですね。 V のスペシャルアートでこの金額がついてるって実は結構珍しいことなんですよ。まあギラティナは別ですけどね、ギラティナのスペシャルアートは別ですけども、例えばキャラクター人気でも高いって言われている海流 V のスペシャルアート、プテラ V のスペシャルアート、もしくはブラッキー V のスペシャルアートなどよりもバンギラスの方が高いんですよ。全然高いんですよ。もうちょっとでレッグーザ V のスペシャルアートに追いつきそうなんですよ。レッグーザの人気って半端じゃないじゃないですか。そのレッグーザに追いつきそうなのが実は次バンギラスのスペシャルアートなんですね。これなんでかって話なんですよ。数が少なかったんじゃないかなと思ってるんですね。いわゆる希少価値ってやつです。この希少価値でバンギラスも伸びているんじゃないかなと思っていて、一個前がね、やっぱりそのシャイニースター V だから考えられますよね。ですので、一撃連撃は収録のカードの内容も含めなんですけど、大きな話題になることがなかった感覚が、コロムシにはちょっとあるんですよ。結構強いんですよ。だから、V スターユニバースにも SR、SAR が来なかった。価格もずっと同じ推移をしてる。で、カード効果としても悪くない。オリパにもなかなか入ってこない。このモミがすごく今気になってしょうがないっていう話なんですよね。で、こうやってなんか考えていくとちょっと面白くないですか？あくまでコロムシの予想、勝手な見解ではあります。正解ではございません。でも、どうでしょう？まだモミお持ちでない方は、ちょっと欲しくなってませんか？コロムシは欲しいです。僕は欲しいです。というようにですね、こんななんか感じがするんだなというのを、今回お伝えしたくて配信させていただきました。今日の、配信はこれで終了させていただきます。参考になったっていう方がぜひいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。